ようこそ犬との生活向上チャンネル、ドッグトレーナー姿です。今回は客足においてご褒美の持ち方、これをお話ししていこうかと思います。今ねおもちちゃんのトレーニングやってるんやけれども、それでご褒美の持ち方でおもちちゃんの立ち位置っていうのを変えるようにね、うまいこと調節してる。じゃあどういう風にしてるのかって言ったら、こういう感じで、ね、こういう感じで持つとおやつを持って、おもちちゃんを意図的に誘導してる。何って言ったら、私、これ横から見た感じね、正面から見た感じ、私おもちちゃん手っていう風にしたいのね。どういうことかって言ったら、おもち、ね、こういう形であげると、この私とこの手の間におもちちゃんが入ってくるの分かるよね。逆にさ、この手をこう外側に返すとどういうことが起きるかって言ったら、おもちちゃんが手の外側行くよね。っていうことは、これほら、人から離れる感じになるやんか。こっち側に行くことになることね。これね。こうすると、ね。人から離れるように動きます。で、逆に指先を自分に向けるようにすると、こう、おもちちゃんがこういうふうに間に入ってくるよね。指先って言ったら分かりやすいか。指先を外に向ける。自分より外に向けると、おもちちゃんはこう、立ち位置が外になるよね。自分から離れる。指先を自分の方に向けると、間に入ってくる。こういうふうにして、自分の方に指を向けることで、おもちちゃんが足にくっつくっていうのをさせていってる。で、この足にくっつくっていうのをしていって、どん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 人から離れないような脚足を目指していってるね。散歩でも離れないっていうことを教えていきたいんで、そういうふうにつなげていこうとやって、このおやつの持ち方をやってる。まあちょっとご覧いただこうか。お持ち。今ちょっとご覧いただいたように、最初離れてるけれども、まあ私がこういうね、自分の方に指先を向ける、自分の体へ指先を向ける動きをすると、おもちちゃんがね寄ってきてくれたやんか、ビロってくっついたやんか。で、今はねこういう形ががっつりいるんやけども、だん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 それをなくしていっても、おもちちゃんがねしっかりとくっつけるようにっていうのを目指していく。そのための第一歩として、指先を自分に持つ、向ける。で、その上にご褒美を置いて、おもちちゃんを自分の体とね、何、こういう風にしたい。で、おもちちゃんはある程度できるんで、今左手はね、ご褒美なし、右手に持ってる。ね。この空の左手でも、ご褒美がなくても、おもちちゃんが来ようね。そしたら、この左手にご褒美が出てくるからね。後出しのご褒美方式でやってる。っていうことは、おもちちゃんは、まずまず、トレーニングが進んでいるっていうことね。はい、おもちもうちょっとやろうか。さあ、えらいやん。上手でしょ、おもちちゃん。はい、もう一回いこうか。ね、ほら、くっつくように教えられるでしょ。まあ、こうやって、左手のね、持ち方、おやつの持ち方一つで、犬の立ち位置を変えることができる。立ち位置を変えたら、犬の行動が変わる。そして教えたい、教えられる行動も変わってくる。で、目的は、人に寄ってきてくっつく。で、くっついた後でも、この左手がこの形をなくした後でも、ちゃんとね、脚足が続くように、これからどんどん教えていこうと思います。おもちちゃんもね、これから頑張っていくんで、皆様、応援よろしくお願いします。ね。